ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。11月30日火曜日の全国のお天気をお伝えします。発達する低気圧やそこから伸びる寒冷前線の影響で西から天気下り坂となります。九州や中国四国エリアでは午後から、近畿から東日本にかけては夕方頃から雨の降り出すところが多くなる見込みです。前線通過時には強まる降り方、雨や雷、突風などに注意をしてください。沿岸部では強風や高波などにも注意が必要です。南風の影響で昼間は気温が上がり、比較的過ごしやすいところが多くなります。ただ前線通過後は気温が下がります。風も冷たくなりますので体調管理にご注意ください。北日本では日差しが届くところが多くなりますが、日本海側を中心ににわか雨の可能性があります。路面状態の変化にご注意ください。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。